ずはシールドの無効化だな。こちらはいつでも。どうだ、うまくいきそうか。ダメです、リリアさんのフィールドが妨害されています。お姉ちゃんが。どうやらフィリアさんもフィールドを展開しているようです。リリアのフィールドを展開しながらシャトルで近づいたらどうだ。近づけばフェリアのフィールドも無効にできないか。スキャナーによるとフィールド効果は距離の事情に反比例しているので、リリアさん本人からの距離が近い方が中和効果が高い可能性はあります。しかし非武装のシャトルで敵艦の砲撃にさらされるのは危険すぎます。だが他に方法がないだろう。平気、私行く。チームで一番の勇者はオチビちゃんだったみたいだな。違いない。シャトルならカーゴベイだ。急ごう。エマーソンよりブリッジ。こちらブリッジ。頼みがある。可能な範囲でお願いします。俺たちはシャトルで敵の本拠地に突っ込むことにした。ダメに決まってるでしょ。危険すぎます。もう決定なんだ。悪いな。次はペトリシアに注意の代わりに。操縦は俺が担当する。ブリッジから艦長。なんだ。予想航路をシャトルにアップロードしました。確認してください。気が利くな。リリアさん、行けますか。ずっと注意の力を発揮し続けないといけないけど、やれる？平気。いい子。一人じゃない、一緒に乗り越えよう。うん。スペースドア開きます。頼む。シャトル発進する。もうすぐフェリアさんのフィールドと干渉します。今度はこの指一本に集中するの。うん。一緒に呼吸を合わせて。すごい。あなた、どうした。右の一番奥にある岩陰に穴が見える。本当だ。明らかに人工的に作られたもののようです。よく見つけましたね。特殊部隊は夜間行動が多いんだ。誘ってるのか。穴に飛び込むぞ。時空紋章の障壁を突破してくるとは、敵ながらあっぱれだ。スペースドアを開けて待っていた甲斐があったというものだ。手厚い歓迎に感謝するよ。フェリアを返してもらいに来た。やはり来ておったが小僧。面白い。逃げも隠れもせぬ。
どちらが時空紋章の主にふさわしいか、蹴りをつけてくれる。望むところだ。歴史が証明してくれよ、我が正義が勝利にふさわしいということを。行こう、フェリアが待ってる。満点でいいか。
調子この調子。もっと知りたい。これなら満点でいいか。
完璧に近い勝利だな。平気。閉じ込められた。何の用だ。よくここまでたどり着きました。いや、あなたたちは素晴らしい。さらなる実験をするには好都合なのですよ。実験？どこまで命をおもちゃにするの。あなたの脇の紋章生物だって我々がいなければ誕生しなかった。むしろ感謝していただきたいものですな。勝手なことばっかり言わないで。そんなに冷静さを欠いて実験を台無しにしないでくださいよ。君たちとの戦争データも含めて使える。これが耐えられるなら耐えてみせろ。最新のミサイルエリアルブラスト。リリー、ここはもっとずっとこんな力を温存する。わかった。来い。
が耐えられるなら耐えてみせろ。インペリアルブラスト。被害は最小限だ。完璧主義だもんかね。また一つ男の魅力が上がってしまったな。完璧に近い勝利だな。